名鉄 l 1 2 0系電気機関車は名古屋鉄道が所有する直流用電気機関車である。保線などの作業などに使用されていた旧型電気機関車の置き換え用として製造された電気機関車で名鉄としては72年ぶりに申請された電気機関車でもある。形式称号は名鉄の創業120周年にちなんだものである。名鉄では 1984年2月1日の貨物営業廃止後も線路保線作業用の業務用貨物列車などに運用するために電気機関車を保有運用していたこうした業務用の貨物列車は他の大手施設では車席を持たない保線用モーターカーの使用へ移行する傾向があったが名鉄においては電気機関車の使用を継続しており 2015年初頭においても6両の電気機関車が運用されていた。しかし、名鉄が保有するこれらの旧型電気機関車は最新の車両でもすでに製造から70年を超え、老朽化が問題となっていた。また、旧型電気機関車は通常でも最高速度が時速4 5トルと遅く、たとえ必要があってもダイヤに支障をきたすため、 日中時間帯に運行するわけにはいかず、早朝、深夜の時間帯にしか運用できなかった。このため、豊明け、進化は犬山の各検築に分散配置を行うことを余儀なくされていた。その上、電気機関車の運転操作は、電車とは大きく異なるため、名鉄では運転士の中から必要最小限を選抜し、電気機関車の乗務員訓練を行っていたが、 これでは突発的に電気機関車を運行する必要が生じても要因の手当てがつかない可能性があった。こうした事情から名鉄では旧型電気機関車の置き換えを検討した。大手手鉄他社のような保守用モーターカーへの移行は保守用車両の対応年数が通常の車両より短いことから動力車に機関車を用いた上で大事に使用する方が 経済性が高いと考えた。また、保線用車両と異なり、機関車であれば非常時の電車牽引や公主車両輸送にも使用が可能であると判断された。そこで、旧型電気機関車が有する問題点を解決した新しい電気機関車を導入することになった。このような経緯を経て登場した新型電気機関車が l 1 2 0系である。 1> l 1 2 0系の製造は東芝が受注したが、これは東芝にとっては約45年ぶりとなる私鉄向け電気機関車の製造となった。全長 12000mm、車体幅は 2600mm の普通構成車体である。車体は両端に運転室、中央に機械室を配置しており、運転室と機械室の間には、豊橋側の運転室では2カ所。 岐阜側の運転室では一箇所の扉を設けている。運転室の機密性や静粛性を考慮し、扉は二重構造となっている。機械室の側面には、最高用の側窓と点検用の開口部を設けた、ほか、屋根部分は四分割として、終電装置や、開きを乗せた状態のままで、取り外しが可能な構造としている。また、 車体の小型化のために電車などで使用されている床下吊り構造を応用し、制御装置などは電車の床下設置向けの規格として、機器室内の取り付け枠に吊り下げて取り付けられている。前面は運転室からの広い視野を確保するため、局面ガラスを使用し、前小灯、標識灯を前面創価の用部に、作業時に使用する補助灯を前面上部に配置した。 いずれも発光ダイオードを使用している。全体的に日本貨物鉄道の機関車に類似したスタイルである。これは L120 型が事業用車両であることからデザインや造形に関するコスト増大を回避すべくメーカー提案のデザインに名鉄らしさを付加するという考え方によるものである。車体色はスカーレットでステンレスの飾り帯を配した。正面には 形式名である L120 のプレートを設置し、側面にはローマン体で車両番号を表記した。L120 型では様々な箇所が電車と同様の構造になっており、運転取り扱いも電車と共通となった。運転室運転台には主管制御機とブレーキ設定機を一体化した右手操作型ワンハンドル式が採用された。軽基板には 低速スイッチと各種表示灯を上段に圧力計、速度計、電圧計、電流計、ノッチ表示器、知らせ等を下段に配置した。低速スイッチとは保線作業時に使用するもので時速 5km という低い速度で低速運転が可能である。また、旅客車両と同様に列車在線位置システム、列車無線、運転台相互間の連絡のためのインターホンを 装備している。この他、運転席側の側窓上部には、電気機関車のみでの運転時と、貨車牽引時の立行性能切り替えのための、性能切り替えスイッチが配置された。運転室には、運転席のほか折りたたみ式の助手席と補助席が備えられ、最大3名が着座できる。運転席の位置は、 運転席からの前方視界を良好なものとするため 350mm 高くしているほか着座したままで側面窓から後方確認ができるように左右に首振りが可能な構造としたミュージックホーンのスピーカーのクローズアップ系的には空気笛はオータムウィンターマイナス5型を搭載したほか7000系パノラマカー以来馴染み深いものとされているミュージックホーンを搭載した ミュージックホーンの搭載は、名鉄らしさを付加するという考え方によるもので、保線作業中には使用せず、駅ホーム通過時やイベント時に使用することが考えられている。伝送品等制御装置は、インバータ1機で、主電動機2台を制御するユニットを1軍とし、1台の装置の中に2軍の機器を収めた、イベット素子3レベル方式の VVVF インバータ制御装置を搭載した。 センサレス制御方式を採用しており、電力改正制度は、停止寸前まで機能する純電気ブレーキ制御を有する。補助電源装置は、交流 220V50 区場の能力を有する CVCF インバータユニット1台を搭載するが、上調性を確保するために 300K 以降の名鉄の旅客車両と同様の手法が取られており、補助電源装置が故障した際には、 VVVF インバータ制御のうち一群を CVCF に切り替え可能とし、非常時には二台の主電動機だけで走行可能とした。これらの装置は機械室の中央に設置された。主電動機は、東芝製の全密閉事例式カゴ形参照、誘導電動機である、出力 190kW の C-435 型を採用した。駆動装置は、 WN ドライブが採用されたが、歯車箱の材質は、瀬戸専用の4000系と同様に、球状を黒煙中鉄製とすることで、騒音低減を図った。波数比は、低速域でのトルクを重視し98、15イコール 6.53? に設定した。制動装置は、改正制動併用全電気指令式、電磁直通制動とした。 機関車のブレーキのみ電空演算を行い、貨車のブレーキは空気ブレーキとする方式で、L120 系同士では総括制御を可能とした。また、貨車との連結の際には、ブレーキ受信装置とブレーキ作用装置内の圧力検出器によって、貨車の制動圧力を制御する方式となっている。ブレーキ作用装置は床下に設けられた。 新日鉄スミキン FS571MB 型台車台車は、新日鉄スミキン FS571MB 型を採用した。この台車は、セット専用に増備された3300系3306編成や4000系に使用されている FS571 系台車の派生型で、運転士昇降用のステップとの干渉を避けるために、ボルスターアンカーを戦対称の配置とした。 車輪系は 860mm と電車並みで、これまでの名鉄の電気機関車と比較すると、L120 型は高さがやや低く見える。なお、名鉄では L120 系の登場に合わせ、既存の貨車にも制御線の引き通し線を増設する改造を行っており、2両の機関車の間に貨車を連結した状態でも、前くらい側の電気機関車の運転台から後くらい、 側の機関車を総括制御することが可能となる。その他機器終電装置は、名鉄の旅客車両で採用実績のあるシングルアーム式を採用した。また、パンタグラフは一機で全ての電力を賄っている。そのため、他の車両よりもパンタグラフの終電電圧が高くなっている。電動空気圧縮機については、4000系で採用実績のある。 低層オンスクロール式ノンブ 1100T-3 型を床下に設置した。冷房装置については、冷凍能力4000キロカロリー、H の RU-2015 型を採用、各運転台の屋根上に1台ずつ搭載した。暖房装置は、電気ヒーターを使用し、運転席足元に200ワットのヒーターを2台、助手席側足元に700ワットのヒーターを1台、設置した。 連結器は自動連結器を使用し、全面下部には電気連結線を設けた。2015年に L121.122 の2両が製造され、同年2月15日にマインギ検査場において、報道陣向きに公開が行われた。この時には、ミュージックホーンを鳴らしながら出庫するという演出が行われたほか、折しも引き通し線増設改造を受けるチキ10。 経過車を牽引してきたデキ六60 603.604が、マインミ検査場に滞在しており、デキ六60 603.604も、東芝製の電気機関車であることから、L120 型と並べて停車するという演出も、行われた。L120 型は、豊明検車宿に配備され、走行試験、性能確認試験や乗務員教習を行った上で、2015年5月から、 本格稼働を実施している。l 1 2 0系の導入によって、貨車はこれまで通り分散配置としながら、機関車については必要に応じて高速で移動した上で、貨車と連結して作業を行う運用が可能となる。これに伴い、旧型電気機関車6両を l 1 2 0系2両で代替することが可能となったため、旧型電気機関車は2015年度より順次廃車。 された。東芝では、この L120 系のような40トンから50トン程度の新型電気機関車を国内の鉄道事業者向けに新しいラインナップとして展開していく意向である。2015年2月に東芝府中事業所より公衆輸送され各種試運転された後、2015年5月より本格的に運用を開始した。運用開始後は工事列車、 名古屋市交通局への0 0軽電車の輸送、廃車車両の名電蓄光駅への輸送などに使用されている。ありがとうございます。